ちは。こんにちは、豊さん。はい、はい、また恒例の3連戦が終わりましたので、はい、次の対戦の予想とちょっと振り返りを踏まえての予想ということで。そうそう、まあそうだね。はい、面白くなってきたな、ペナントレースが。なんか前半戦とまたと違った動きが見えてて、予想が変わってきたよね。はい、まあ、なんかまだまだでも分からない。いや、まだまだ分からない、ね、それは分かんないよね、本当に。うん、だけどまあちょっと予想していきたいと思うけども、はい、まあカードはもう阪神巨人、まあ、これがもうやっぱり絶対の見どころだと思うんだけど、まあ明日からのカードはね、まあ今日か、はい、今日からのカードはそうなんだけども、うん、まず脱却、これ阪神側ね、阪神側はやっぱり迷いがある、まあ、打線の組み方、誰を使う、誰を外す、そういうことがすごくこう迷いになって勝負を落としてるっていうことがあるんだよね。だからその迷いからの脱却をしないと、まあ巨人には勝てませんよっていうこと、はい、で、まあもちろんその首位の座を渡してるわけだから、はい、おそらくその迷いというよりも勝つという一点の集中で戦っていくと思うんだよね、はい、ただそこに迷いがあると勝てませんよという話を脱却ということで表してるんだけど、はいはい、で一方巨人は変幻自在、うん、中谷代打を送ってバントさせてみたりだとかね、その、まあ、若林が入ったんだけど、うん、若林が9回に同点のタイムリー打つとか、まあ、いろいろこう手を変え品を変えもう戦ってきてる。で岡本が当たってるね、はい、で丸もまあまあ触れてる、まあ、坂本がちょ若干疲れ気味かなっていうふうには思うけども、うん、でもそこでも平気で変えてきたりだとかする原監督、もう迷いがない。だから言えば迷いともう迷いがない戦いなのか。まあ、巨人はそういう意味ではすごく柔軟な、柔軟なんだよっていうところですかね。そうそうそう、だから柔軟性がもう巨人の戦い方になってるから、今年ね、まあ、怪我人が出て春先もういろんな手を尽くすことしかできなかった、うんうん、まあ、それでもここに来て阪神をひっくり返して、阪神はなんていうの、柔軟性がないばっかりにここに来て迷いが出てきている。でも相手が巨人ということでやっぱその迷いは捨ててほしいということ、うん、そしたらいい勝負ができると思うよ、うんうんうん、だからまあ頑張ってほしいなと思う。はいはい、はい、でヤクルト広島、はい、これ忍耐、はい、これヤクルトはね、うん、これね全体的に状態が悪い、バッティングの、うん、つい巨人戦始まるまでは非常にいい状態で来てたんだけど、そういう話でしたよ ね、うんうん、だけどここに来てちょっと止まった。その止まった理由っていうのは菅野にやられたわ。あ、うん、菅野からバッティングの状態がおかしくなった、うん、なんかチームの雰囲気が変わってしまった感じですか。変わってしまった。だからやっぱここはやっぱこう全体的にそのチームのバッティングの状態っていうのが悪くなってるだけに、これ我慢しておけば全体的に上がってくる可能性があるから、そこに爆発力が使える、うん、なるほど。だからもう広島戦はもう耐えること、ね、耐えて勝つ、はい、で充実、広島は逆に下位打線が充実 しだした、はい、まあ、鈴木誠也っていうのはあまり状態は良くないんだけども、うん、下位打線7番菊池8番林っていうのをものすごく触れてるんだ、うん、そっから上位に持ってこられるから、はい、大量点を失う可能性がある。こう打線がつながるっていうことですね。そう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 、はい、だからやっぱりヤクルトはここで耐えとかないと爆発できる状態に来た時にゲーム差があって追いつかないっていう可能性が出てくるから、もう広島戦はここは耐え時。もうあれですね、ヤクルトにとったら嫌な雰囲気をバッサリここで終わらせておきたいっていうような。まあそうだね、だから勢いを持ってて勝てるとは 思わないわけ、うん、だけどもう1点差2点差でも逃げ切らないと。ただしマクガフ、うん、やっぱねちょっと簡単にやられすぎるわ。まあ今日の巨人戦、まあ、9回に追いつかれた場面でもさ、先頭バッターの時、吉川の時、うん、せっかく追い込んでるのに簡単に真ん中に投げていく次の球を、うん、で先頭バッター許して自分が苦しくなって打たれ、その後は慎重に投げてて無難に終わったんだけど、もう最初からやっぱり慎重に立ち上がるということ、うん、まあ、そういうことをやらないと、まあ、ヤクルトはやっぱこう後ろのピッチャーが不安なだけに、うん、やられるよっていうことね。なるほど、はい、はい、はい、
中日 DeNA、はい、球場の広さ、まあ、中日は相変わらず打てないわ。ピッチャーはいいけど打てない、はい、打ったら勝てるのに打たないで、自分のところのチーム球場に帰ってくる、はい、バッテリーどうも、ね、で DeNA は逆に調子がいいバッティングの、はい、で横浜というもう3ヶ月ぶりぐらいに地元に帰って、はい、まあ、ホームランでも勝ち、繋いでも勝ちっていうことができてたの、ね、だけどバンテリンドームでは広い、ホームランが出にくい、で中日のピッチャーはいい、なかなかつなげない、そうなってくると面白い戦いになる。なるほど、うん、条件としてはちょっと中日が有利な感じなんですか？いやーそうとも言えないな。やっぱバッティングの状態がいいだけにさ、はい、それはつながりだしたら本当にノリのいい打者陣が多いから、うん、だからまあつながる可能性はあるけども、まあでも中日のピッチャーのことを考えると、うん、なかなかそうもいかんだろうという、はい、だからまあ接戦予想だね、ここはね。なるほど、うん、はい、ただ DeNA の課題は球場の広さによって戦い方が変えられるかどうかっていうのがポイント、うん、見どころとしたら、はい、だからまあ、例えば足を使うのかとか、うん、バントをするのかとか、うんうん、エンドランを仕掛けるのかとか、うん、まあ、そういうこう視点で見てると、まあ、面白い野球が見れるかなっていうふうに思うよね。じゃあ球場に応じたちょっと戦略っていうのが楽しみで、そうそうそう、うん、楽しみ、三浦監督期待してるよね。はい、でソフトバンクオリックスパ・リーグに行けるね、はい、はい、これはこれ柳田吉田杉本、はい、ね、これ表ローテ、まあ、ソフトバンクのピッチャーもいい、うん、はい、まあ、表ローテっていうのは山本宮城っていうのは必ず投げるんだ、はい、ここでね、まあ、ソフトバンクの方も相対的にピッチャーはいい、だから接戦になると思うけど、はい、ポイントゲッターはソフトバンクで言えば柳田で、オリックスの方では吉田杉本、これを徹底マークできるかどうか、はい、お互いのチームのピッチャーが、うん、まあ、例えば満塁になって吉田を迎えたら避けるわけにいかない、そういうことになるでしょう。そうですね、で吉田杉本ってつながるから、はい、もう厄介なんだよ、うん、ただしオリックスは前回の日本ハム戦で一勝もしてない、そうなんですよね、うん、これは絶対勝たなきゃいけないチームに対してのプレッシャーだったと思うんだ。で最後の3戦目に杉本が同点ホームランを打ってやっと引き分けることができた、うん、ただし山本宮城が投げるんで負けるわけにいかない、はい、そこで負けたらソフトバンクが浮上する、うん、優勝戦線にまた顔を出してくる、うん、という戦いになる。オリックスの方は柳田マーク、もう一人でいい、はい、うん、だからまあそういうこう、ま、マークを避けれなかったら失点するかなという戦いになるなっていうふうに見てる。なるほど、はい、はい、でロッテ日本ハム、はい、対照的な立場って書いたけど、うん、ロッテはもうオリックスまでに 1.5 ゲーム差ぐらいなんだよね、うんうん、もう首位も狙える位置に来た、はい、いつの間にで相手が日本ハム、うん、はい、ね、プレッシャー対ノンプレッシャーなんだよ。で日本ハムは若手が躍動してきてる、はい、もう自由にやりだして、もう伸び伸びと伸び伸びやってる、はい、でも一つでも上の順位を上げたいっていうこともあるだろうし、はい、で自分の地位を確立したいっていうことも日本の選手たちは思ってるはずなんだよね、はい、それをプレッシャーの中跳ねのけることがロッテができるかどうか、はい、オリックスが失敗してるよね、うん、跳ねのけられなかった、はい、で日本のは伊藤っていうのが投げてくる、うん、ルーキーの、はい、前回完封した、はい、だから手強い相手だけども、まあ力的にはロッテの方が上だと思う、うんうん、だけどそのロッテは精神的な部分でどうなのかということだから、その絶対勝たなきゃいけない試合を勝てるかどうか、こっちは勝てなかった、次がロッテが勝てるかどうか、これ面白いと思う、そういう視点で見るとね、はい、はい、楽天西武、これ責任、楽天の、うん、はい、ソフトバンクとは一勝一敗だったんだけどさ、うん、やっぱこう2試合目の時に則本が投げた時に小深田がエラーし、はい、で途中で浅村がエラーし、まあ、鈴木大地もエラーをしたという、うん、結構自滅しちゃったんだよね、うん、で全体的な状態が悪い、なるほど、チームの状態がね、はい、でその中での一番は浅村4番が全く打てない、4番に入ってから全く打てなくなる、やっぱこう責任で守備につけば小深田っていうのはショートを守ってるし、うん、やっぱり守りフィールドの中の中心だと思うんだよね、はい、そういうのがエラーしたりだとか、打線の中では4番が打たないとやっぱ勝てない、う
やっぱ責任を果たすこと、もう自分のことだけでチームが勝つとか負けるとかいうよりも自分のことを一生懸命やらないとチーム自体が大変なことになってくるということだよね。だからここは踏ん張りどころ、はい、でセーブ、はい、奇跡の瞬間、はい、まあ明日か、あ今日か、はい、今日栗山の誕生日なんだよね。で2000本までにあと2本、はい、これはひょっとしたらできるよね。で史上初あと2本だし、はい、誕生日に2000本打つっていうのは史上初、いやそれなかなか合わないよ。でもそういう奇跡の瞬間が待ってるかもわかんない。もうあんまり意識しないでやってほしいんですよね、まあ、なんかいやそしたらセーブラインはどうする。どうしても帰ってそれをお祝いしたいですよ ね、 お祝いしたいよね、うん、だからそういうもの、そういうノリがやっぱ楽天には邪魔になるっていう。確かに、うん、もうちょっと盛り上げムードというか、そうそれに向けてチームが一丸となるというか、そうそう、だから何か一つにさ目標がある、はい、まあ遠い先には優勝というのがあるけども、瞬間瞬間あってもいいよね、うん、その瞬間がやっぱ栗山なんだよ。本当にこの日を逃してはという感じですもんね。そうそうそう、だからもう、はい、なんていうのまあこうチーム状態が悪い時に嫌な瞬間が来るなっていうような感じがするんだけど、まあそういう見方をしても面白いかなと、はい、だとしたらもしそれが初戦取っていくと、うん、3連戦の流れにも大きく作用してくるってことですかね。そうだね、で、まあもう一回巨人、阪神巨人なんだけど、はい、これは阪神が勝ち越さないと巨人が少しずつ走り出す。これはなぜかというと菅野がやっぱ復活した、うん、で、昨日の試合で中田を外した途中で、うん、やっぱああいう選手は普通外さないんだけど、はい、原監督は外した、はい、変幻自在で戦う、うん、で新しい菅野ね、お待たせしましたって135日ぶりだったかな、うん、白星が。いやだけど菅野は復活するよ。ホームを変えたし、うん、こうやって構えてて、うん、こうやって足を上げたのを、はい、もうスムーズに足を上げるホームに変えたよ、自然体で。それは絶対いい、うん、いい方に変わった。だから菅野はこれから本来の菅野になっていく。そうするとこう復活したっていうよりもこう一つなんていうんですかね、上の一段階ギアが上がったというか可能性はある。うん、うん、だから変わってるかも。だから阪神は巨人に負け越すようなことがあったら巨人は少しずつ走り出す、うん、だからこの3連戦はすごく大事。なるほど、ね、はい、それについていくためにはヤクルトはなんとか食らいついていかなきゃいけない。なんとかここを2勝1敗で、はい、っていうふうに考えてるけど、広島の優位っていうで巨人の優位、はい、まあ、DeNA の優位でソフトバンク、オリックス、ここで負け越すようなことがあったらソフトバンクは一旦もう優勝争いが脱落する。うん、でロッテ力を試される。はい、本当にそのポジションでやっぱりそうだったねっていうのか、うん、だからノンプレッシャー、プレッシャーとノンプレッシャー、はい、そこでどう勝てるかだ、ねじ伏せるかどうかが面白い。で楽天セレブの奇跡の瞬間が邪魔になるだろう。でも俺は栗山大好きだし早くおめでとうと言いたい、ね、まあ見どころたくさんの、また次の、はい、今日からの3連戦ね、はい、まあ、いろんな見どころを言いましたけども、うん、まあ楽しんでください、はい、まあ、やってる選手は大変なんです、はい、ね、はい、また。